景色忘れないよ思い出のページ書き足し重ねてくストーリー願いを叶えるためだけの勇気整えて歩き出す準備オンライン後期ダンスのようレディ悔しくないんだ夜のことシークレもう繰り返さないよミステ焦らずに I'm on my way 行けるとこまで負けず嫌いで子供みたいなって言われ少し不愉快でも間違いから導きそう君がいるから平気はい、こんにちは、第3回すいません第3回ぶっちゃげ、本日 MC をさせていただきます佐藤正人です。よろしくお願いします。イエイはい、そして、はい、藤本久美です。よろしくお願いします。はーい、イエイ、イエイからの、神戸、初見ファイター横山豪です。よろしくお願いします。ありがとうございます。郷さん、はい、前回第2回のぶっちゃげの時、はい、なんと合宿で、そうです、はい、9月の25日、K-1 ワールドマックス、はい、トーナメントリザーブなんですけど、はい、まあ、決まりまして、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。で、まあ、強化合宿をちょっと行ってまして、はい、もう全身筋肉痛でしたけど、はい、ギリギリちょっとだけ見てました、テレビ。あ、はい、いやいやいや見守ってくれたんですね。はい、そうですね。ついていけないんで。ちなみに合宿ってどういう内容をやられるんですか？内容っすか、はい、あんまちょっと言えないっすね。あ、そのやっぱ秘密なんですか？秘密っす。まあ、強いて言えばスクワット1000回とか腕立て2000とか、まあ、そんなクラス。あと秘密っす。腕立てって2000回っすか？はい、動画超えてますね。まあ、回数とかすごい、種類変えてあるんですけど、結局腕を使うやつ2000いきました。くみちゃんでさえ1900回ぐらいですもんね。あ、上をあ、そうですね、なかなか盛り上がらなかったですけど、はい、申し訳ないです、はい、はい、でも前回も、うん、ね、くみちゃんねだいぶ盛り上がったっすよ、まあ、そうです、面白かったですよ、はい、なんかでもピンクライトみたいな感じだったっすね。そう前の時から、はいはい、ちょっと聞き出そうかなと思いまして、うん、無理を言いまして、はい、まあ、必死で見てましたよ、僕。いやでも心強いですよね、みんな。うん、嬉しいですよね。よかった、今日来てくれて嬉しいです。はい、なんとか、はい、頑張ってきました。今日はもう前回よりもあれですよね、ちょっともっと本音で言っても来てもらわないと困りますよね。そうですね、なんかそうですね、一段とワイルドになってるし、はい、うん、そうですね。こっち側に座った時と、うん、用意してる時の裏側だとだいぶ意見が変わってますんで。そうですよね。もうまだちょっと慣れてないんで、ね、いやいや、生なんで、もうちょっとね、二、うん、人でね、はい、うん、ガンガン引き出してね。そうですね、いければと思います。いけたらいいですね。はい、じゃあ早速行ってみますか。はい、行きましょう。結構ね、お便り来てんですよ、本当に。で、紹介しきれないですけど、うん、まあ、僕が勝手ながら、僕とくみちゃんとで抜粋させていただきました。はい、やりました。はい、ですね、じゃあこれからいこうかな、うん、はい、埼玉県33歳男性、ペンネームもりもりさん。はい、はい、僕は最近、キャバ嬢に恋してしまいました。おお、いきなり来ましたね。夜の世界ですね。はい、ちょっと得意分野ですよ、僕は。あ、そうなんですか。はい、父さん得意分野。僕あんま得意分野。なるほど。得意分野、得意分野。なるほどですね、うん、変わってしまうんですね、こっち来るとちょっと変わってしまうんですね。気弱にね、なっちゃうんですね。はい、そうですね。はい、で、ほぼ毎日お店に行き、うん、はい、アフターはたまにしてくれるものの、休みの日などは一切会ってくれません。あら、まあ、もう定番ですよね、これ。寂しい。やっつけられちゃってますよね、これ。はい、待ってくれません。うん、貯金もそこをつき、どうすればいいか分かりません。うー、諦めた方がいいのは分かるのですが、うん、諦められません。いやー、うん、分からなくはないですね。はい、この場合、どうやって口説けばいいのか教えてください。うん、やっぱり口説きなんですね。まあ、だからもう分かっちゃいるんでしょうね、うんうん、やめた方がいい、無理だ、どうのこうの、友達も言われてるでしょうから、うん、ただそれは分かってるけど、もうどうしようもないんだと、俺の気持ちは。あ、お金も使っちゃったし、もう取り返しつかないと、うん、だからどうやって口説けばいいかと、ちょっと教えてください。
でもお金から入ったからね。お金をそこついたらね。ついちゃってますね。多分毎日シャンパン入れてますね。多分。シワシワが好きって言われたんでしょうかね、ゴーさん、うん。どうでしょう、ゴーさん。どうありでしょう。ありですか。あり、あり。なるほど。はい。はい。どんな口説きをする？はい。何がありますか？私もあり、どの、はい、何がありなのか。何がありますか？なしです。僕の、僕の話聞いてましたよ、これ。はい、聞いてました。聞いてました？ですね。はい。はい。やっぱ基本、やっぱり一回断られたらもうダメでしょ。まあ、要は、まあこうまあ、ちょっと遠回しに休みに会ってくれないし、はい、あのっていうんじゃダメでしょ、はい、諦めなさいと。そうです。でもこの人はどうやっても諦められないから、はい、まあ、このパターンでいう口説き方をちょっと教えてくれと、うん、こういう話なんでございますよ。はいはい。もうダメなのは分かってるんですけど、ダメ元でも最善の策を、はい、お三方教えてくださいとこういうことだったんですね。難しい。いや難しいですよ、これは。難しいですね、はい。ちなみにクミちゃん、はい、クミちゃんだったらどうやって口説いた方がいいと思いますか？なんか口説きって考えちゃいけないと思う。もうなんかお金がないから、うん、もうがむしゃらになんか落としてやるみたいな意地がありそう。そんな意地捨ててしまえばいいんだと思います。なるほど、うん。すなわちつまり、え、つまり金の切れ目は縁の切れ目ってことですね。やっぱやめた方がいい。リアルに、はい、はい。パッパですね。ズバッと言えば、でもそうでしょう。まあ、僕はちなみにこれ2通りあります。1、はい、1つ目が、うん、逆に完全に騙した方がいいと思います。騙す？騙す側に回った方がいいですね。もうスイッチを切り替えて、はい。いや例えばですよ、うん、いや実はちょっとしでっかい仕事で、お、17億円ぐらい入る仕事が急に言うわけですよ、お店に行って。これちょっと大丈夫ですかね、うんうん、こういう会話してもいいですかね。これみんな使いと使おうと思いますよ、今日の夜。はい、ちょっと17億ぐらいの大きな山がある、うん、山があると。つきましては、はい、しばらく来れないんだけど、うん、まあ、俺もその使い道はちょっと悩んでると。できればお前と使いたいんだ。はあ、夢がありますね。そうですね。そういう入り口から、はい、うん、なんかみんなシーンってなっちゃってますけど、大丈夫ですか？なんか結構グロテスクですかね。いや違う。大丈夫です。大丈夫ですよね。なんか大丈夫、大丈夫ですよね。もう黒いなと思ったんです。やばいか。いや、やる、言い過ぎてます僕。大丈夫ですよね。はい。誰が使ってくれるんだろう。まあそんぐらい極端な極論ですよ。はい。そんぐらい言って、うん、切り替えていくしかないと。一つ。切り替え。はい。切り替えていくしかないと。はい、でもう一つは、うん、なんだろう、まあ、落とそう、なんだろうな、こう落とそうとしない、だからうまくやった方がいいですよね。例えばこれ飲み行くのも、うん、例えば早い時間に行けばやっぱ延長延長って なりますもんね。ありますね、それ、はい。なりますもんね。なりますし、はい、ちょっと節約して、ちゃんと給料の中で計算して行くと、うんうん。でそのうちこういう場合、まあ、なんか山があるじゃないですか、山谷が、山谷、はい、うん、女の子も嫌なこともいいこともあると思うんで、うんうんうん、そこの辺をチャンスを見計らって、うん、まあ行く、行くしかないのかなと。あ、夢をもらってるから夢も夢で返す、うん、っていうのはなんでかっていうと、ちょっとまともなこと言えなくて申し訳ないですけど、うん、もうこの時点で、今この時点でもう脈がないわけですよ、これは。うん、ごめんなさいね、モリモリさん、申し訳ないですけども、これもう脈がないってことなんで、脈がない、それを脈ありにするっていうのは大変難しいことなわけですよ。はい。一筋縄じゃいかないってことなわけですよ。だからこの人の質問はどう、やめた方がいいの分かるけど、どうやって口説けばいいのか教えてくださいってことなんで、うん、もう生半可なことじゃダメだと。そう僕は解きます。もう頭脳系でいけと。はい、そうですね、頭脳系でいくしかないですね、これは。あら、してやられてるんで。そうですね、私炭酸しか飲めないのなんつって多分シャンパン入れられちゃってんで。あ、甘いトークで、はい、そうっす。じゃあゴーさん、はい、聞いてます？聞いてます。か、つい、はい、考えてたんですよ。なるほど。どうでしょう、はい、でも佐藤さんと一緒なんですけど、はい、まあ、海外行きたい海外旅行とかを誘ったりとか、はいはいはい、まあ、友達も連れてきていいよみたいな感じで、はい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 、でまあ行ったら、はい、友達だけ部屋別みたいな、はい
はい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 、行くとこも海外だし分かんないじゃないですか、ね、まあそうですね、はい、見えないでしょ、はい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 、そんなありかな、まあそうっすよね、はい、なんかその、うん、なるほど、はい、向こうにちょっと家を買いたいし君にも車買ってあげたいからちょっと行こうよと、はい、国内じゃなくて、ね、国外です、なるほど、はい、取り返しがつかない、はいそうです悪いですね、ごさん。悪いですね。佐藤さんのちょっと足した。なるほどですね、はい。ありがとうございます。まあ、どうでしょうこの意見は。難しいですよ、でも。これはもう男性にしかわからないと思います。だって女の人からしてみたらもう、うん、脈なしってことでしょ、これ。ないでしょう。ねえ、うん、ないもんね、多分ね。ないと思います。森森さんには申し訳ないんですけども、うん、はい、そうですよね。はい。はい。じゃあ結果どういうことですかこれは。引き際が大事、出ました名言、恋愛は格闘技、なるほどですね、うん、ダメ、ちょっと重症ですね、はい、うん、だからやっぱそこは大事だと思いますよ、はい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 、はい、なるほど、手遅れちょっと手遅れですね、なるほど、はい、末期ですね、はい、なるほど、まあ、じゃあそしたらあれですね、引き際が大事ってことですね、うん、まあ、引き際が大事、大事、頭を使えってことでしょう、じゃあそうです、頭を使いなさいと、はい、うん、もうちょっと頭を使いなさい、まあ、声優の頭を使いなさいでいきましょうか、はい、頭を使いなさい、はい、でいきますよ皆さん、せーの、頭を使いなさい、解決いやーありがとうございます、解決しましたね、ありがとうございます、すごーい、なんか寂しい目線がこう痛い、はい、そうですね、うん、はい、じゃあ続いて早速いきますか、はい、行きましょうか、行きましょう、うん、はい、続いて千葉県、はい、22歳女性ですね、うん、ペンネームキャバコ、うん、キャバコさんですよ、キャバコさん、はい、あ、またこれキャバクラネタですね、おごめんなさい、続いて申し訳ないですけども私はキャバクラで働いていますが、はい、まあ、そこでタイプの男性と出会い、まあ、お客さんですね、うん、お付き合いすることになりました、お、はい、が付き合いが始まってから、うん、束縛が厳しく、あ、仕事中も電話が鳴り響き、うん、仕事になりません、どうしたらよろしいでしょうか、ん、うん、うん、まあ、つまりこういうことでしょうね、束縛が厳しいと、要はキャバクラで出会ってるのに、はい、なんだろう、彼氏が、まあ、これちょっと短縮しちゃって僕読んだんであれですけど、はい、まあ、キャバクラやめろとか、はい、そういうことを結構言われるらしいんですよ、はい、アフター行くなとかなんだとか、あ、結構厳しいらしいんですよ、でも、キャバ子さん的にはもともと私はキャバクラで働いてたの知ってるでしょうと、うん、まあ、こういうやり取りがあるんですね、その上でそういう場合ってどうしたらいいんでしょうかっていうことです、久美ちゃん、うん、はい、束縛はダメですよね、なるほど、うん、なぜですかそれは、だって分かった上で付き合ってるんだから、なるほど、うん、ソフト束縛、あ、うん、ナチュラルに、そんな感じですね、ゴーさんだったら、どうですかね、でも仕事と見るのか、うん、まあ、それが嫌ならば、うん、逆に上がらせてあげるぐらいのね、はい、あ、それがいいと僕は思いますけど、なるほど、はい、なるほど、要はということですね、うん、まあ、上がらせてあげるんだったら、うん、多少責任も持たんかいと、ね、男であればと、ちょっとかっこいいですね、かっこいい、うん、と僕は思います、なんか変わりましたね、なるほど、うん、今日でも今日後派ですね、まあそうですね、はい、今日、多分みんな分かんないと思うんですけど、うん、綺麗な女性の方がいっぱい、はい、そう、モデルさんらしいですよ、あ、そうですね、うん、あとでじゃあ電話番号名刺を配らないはい、生放送ですから、生放送ですから、はい、質問に、質問、そうですね、はい、お話戻しますけども、はい、このキャボコさんの一件に関して、はい、お二人とも僕は甘いと思います、甘い、甘いっす、なんでこれ僕ズバリ答えます、はい、はい、これはこのキャバコさんが間違ってます、間違ってる、はい、私は最初でキャバクラで働いてたんだから、はい、要はそれはずるいでしょう、うん、キャバクラで働くなとかちょっと嫌だとか言うなずるいでしょう、うん、いやそんなことないです、なんでです、なぜならば、はい、多分この男性は、うん、その人をキャバ嬢のそのキャバコさんに別に惚れたわけじゃないんですよ、あ、
わかります。例えばその、まあ、その女の子が藤本久美だったら、はい、藤本久美ちゃんっていう一人の女性を愛して、うん、惚れて好きになったわけですよ。それをたまたま境遇がキャバ嬢だった、うん、事務員だった、はいはい、アルバイトだったとか、いろいろその環境がその後にくっついてくるんですよ、うん、だからその芸能人のなんとかさんのことを好きでなったとか、うんうん、格闘家の郷さんを好きになったとかじゃなくて、郷、うん、さんと横浜郷という人間を好きになったと。でたまたま職業がそれだったとか、そういうことなんで、うん、その彼氏が、まあ、一緒に超えていけばいいだけですよ。でこのキャバ子さんも一生じゃキャバクラでやるんですかと、はい、そういうつもりじゃないでしょ。お僕はこういう会社みたいです。だからもちろん最初は知ってたから、そこに対してズケズケ 言えないし、例えばそれを言ったからって責任持たなきゃいけないのも分かると、うん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 、じゃあ私の生活養ってくれるのと、うん、そこも分かると。だからこそそこまで強くは言わないけど、うん、ただ不安で言う気持ちは分かってくる。そしてこのキャバ子さんも確かに気持ちよくはない、嫌だなと 思われる仕事だなっていうのを自分でも自負して、うん、そうすると要は思いやりですよ。思いやりですよ、うん、それがあればきっと第2ステップ第3ステップへこの2人は進めるんじゃないかなと。あ僕はそういう考えになってほしいですね、うん、一概にダメだとかいいじゃなくて、うんうん、はい、どうですか。なんか真面目な意見が返ってきたので。僕もそう思います。郷さんちょっとね、うん、びっくりしました。いや僕これ結構ね、はいはい、そう思います。うん、どうですかね。いいと思います。はい、真面目すぎてびっくりしましたけどね。はい、うん、そうですね。あ、なんかいいこと返ってくるかなと思って、特に入ってないですね、チャット。そうですね、はい、佐藤さんもっと言えとか聞きたいのかなと思ったんですけど、ね、はい、特になかったです。そうですね、はい、ちょっと僕今決まったなと思ったんですけどね、うん、はい、まあ、だからこれ思いやりってことですか。思いやり、うん、だって相手の気持ちも分かりますもんこれ、はい、思いやり、うん、だから男もじゃああなたがキャバクラで働いてんだから俺もホストで働くよって言っちゃダメなんですよ、うん、あそういうことじゃないです。真面目。いやなんか佐藤さんだったら、はい、もう働けって言いそうだもん、男も男で。ですよね、うん、ただ僕はそこの辺男女平等なんで、うんうん、はい、ちゃんとした答えもたまには出しますんで、はい、びっくりした。すいません。いいですね、こういう時もあってもいいと思います。まあそうですね、うん、まあというわけでこれ多分というわけで、はい、うん、思いやりですね。思いやり、はい、よろしいですか。いいです、はい、いきますよ、はい、せーの、思いやり、イエーイ。ありがとうございます。2軒続いて夜のお話でしたね。いやなんかね、だんだんね、なんか深い話っていうか、なんかドロドロというかな感じになって、あれ、そういえばクミちゃん、はい、クミちゃんの方にも、そうなんですよ、はい、じゃあちょっとクミちゃん読んでくださいよ、せっかくなんで。あ、私の方ですか。はい、私の方は夜じゃないんですけども、はい、どうぞどうぞ、はい、ペンネーム桃の天然水さん、はい、大学のサークルで、はい、R さんっていう男性に一目惚れを知ってしまいました。はい、ではい、自分が親友に相談する前に、うん、親友にその R さんのことを気になってると、うん、私に言われてしまいました。うん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 、要は自分の親友がね、うんうん、要はなんて言えばいいんだろう、まあ、要はその親友で、まあ、要は、うん、僕と、郷さんが、うん、同じ人を好きになったと。そういうことです。そういうことですね、はい、はい、好きになったけど、はい、自分が親友に相談する前に親友が自分のこと、うん、自分に言ってしまったので、うん、もう言えなくなっちゃったと、うん、もうどうすればいい、はい、ということを、はい、来てて。なるほど、はい、はい、これはかなりあると思います、うん、はい、このパターンはかなりあると思います、うん、郷さんどうでしょう。まあ、大学のサークルでね、一目惚れしてしまったんです、はい、一目惚れしてしまったんですけども、まあ、合宿アートなんでね、そうですね、合宿アートなんでちょっと、はい、疲れようと思ってるので、一目惚れしてしまったんですけど、親友に相談する前に親友が
相談してきてしまったんですよ、はい、その R さんのことを気になってると、うん、はい、私は言えなくなっちゃった、うん、でも、もう R さんっていう人の気持ちも隠すこともできないし、うん、でも親友もなくしたくない、どうすればいいんだろうっていう、うん、加藤さんどう思いますか？あれ僕が分かりやすく説明させていただきましょう、はい、そうですね、要は、うん、2人とも、うん、郷さんと僕がいて、はい、なんか合コンでも何でもいいんですけど場面があって、はい、同じ人間を好きになっちゃったと、はい、おー、久美ちゃんを好きになっちゃったと、はい、2人とも、うんうん、好きになっちゃって、で、あ、俺相談しようと思ってたら、うん、郷さんの方が先に、いや、マサトよってことで、あの久美ちゃんって俺気に入ったんだよね、マジ応援してねって言われちゃったわけですよ、うんうん、あー言えなくなっちゃったの、うん、俺もって言えばよかったんですけど言えなくなっちゃった、うんうんうん、こういう場面です。それどうすればいいか、じゃんけんでしょ。なるほど、じゃんけんしない、なるほど、それ男性ならではでしょう。じゃんけんですね、濃いじゃんけんですね、これは。っていうか絶対ありそうでしょう、佐藤さんも郷さんも。いやいや、そうなったらでもあれですね、でもその女性側が決めるっていうパターンもありますよね。まあそうですね、はい、はい、言えます。でも親友がね、要は R さんのこと好きなんですよ、はい、それは私も好きって。いや、これはもう男であれば行く道行くしかないです、うん、もうこれは腹割るしかないです、もうガラスで話すしかないです、うんうん、いや、ゴーサーと、実は俺もごめんなってその時言えなくて申し訳なかったけど俺も気に入ったんだと、うんうん、だから隠しておかしくなるのも嫌だから腹割って話したと、うん、そっちは気持ちいいじゃないですか、これは、うん、だからそこで例えばゴーさんが、あ、そうか、分かったと、うん、じゃあ二人で頑張ろうぜなのか、うんうん、じゃあ譲るよなのか今回譲れねえよなのか、やっぱこうガチンコで行くしかないわけですよ、うん、野郎同士なんで、これは、ここはさすが男性ですね。いや、それしかないです、言い切れます。女性なんですよ、でも。あ、すいません、ごめんなさい、女性、女性同士で、そうなんです、あ、なんですね、桃の天然水さんなんでね、ですよね、うん、一緒、女性でも、でも言えないと思う。あ、そうっすか。じゃあ怖いでしょ、2人と付き合ったらいいんじゃないですか。あ、なるほど、男児解決ですね、これは。あ、はい、それ R さんからの目線ですね。そうっす、大河さん、R さん、そうっすね、ね、はい、R さんからしたら、うん、まあ、2人と付き合ってしまえばおいしい、男児解決だと。そうね、そういうことですよね。そういうことになりますね、まあ、甘いものもしょっぱいものも同時に、そうですね、ですね、そういうのがみんな3人仲良く出てくるしね。やだ、こんなの、時間割りで、はい、うん、で、ダメですかね。ダメですね、はい、ふざけたねってチャットに入ってきますね。ああ、でも佐藤さん輝いてるねって言ってもらってますね。はい、まあ、男次第だなと。まあそうですよね。まあでも多分これは腹割った方がいいと思います、うん、でも割れないんでしょ、女の子かもしれない。女の子だって悩んでるぐらいですからね。 R さんの気持ちも隠せないし、でも親友もなくしたくないっていうことは切羽ちょっと詰まってるんでしょうね。そうですね、ね、勇気を振り絞って言うべきだと僕は思います、絶対友達には。あ、隠してやられた時の、うん、っていうのはおかしい、自分がそうされたら嫌だと思うんですよ、うんうん、言ってくれた方がいいと思うんであれば言うべきだと思います、うんうん、はい、間違いないです、郷さん。間違いないです。名言になってる。臨床されましたね。うん、間違いないです。立ち向かえってことですね。まあそうですね。ね、そういうことですね。じゃあ立ち向かえってことで。立ち向かえということで。はい。よろしければいきますよ。うん、せーの。立ち向かえ。よし。よし。決まった。あのね。今来ましたよ、二股かける男は一生浮気するよ、うんうん、女も同様。おう、うん、まあ、そうだね、名言、名言、まあそうですね、名言が出ましたね今。ちなみに、はい、二股かけた経験とかってございますか。ございますか。ちょっと待ってください。あ、私ですか。流れ作業かな。もちろん、もちろん、まあ、はい、ない、ないとは思うんですけど。ない、ないですよ。なるほど、はい、なるほど。ゴーさん。僕はね、はい、二股はないですね。え、気づいてる。え、二股以上ってことですか。ちょっとみんな入れてください、皆さん、うん、ちょっとチャットで入れてください。う、嘘つくなって入れてください、本当、本当お願いします、マジで、うん、若い、若い、はい、若い頃はやっぱあるかもしれないですね、はい、なんだそれって来ましたよ。なるほど、なんだそれ、はい、はい、うん、そうですね、まあ、二股はないけど三股はみたいな感じですかね。
へえ、まあ、若い時はでもそれはありましたね、うん、結構いろんな女の子と付き合ったりとかありました、昔は、うん、でもやっぱり、はい、うん、やっぱりこう格闘技、格闘家なんで、うん、やっぱりそういうのも経験して、はい、やっぱりいろんなですよね、それが糧となり、そうです、恋愛格闘技ですから、そう、はい、そういうことですよね、そうなんですよ、いや、そうだと思います、どうですか若い時ですからね、もまあそうですね、今は今となってはやっぱもう、まあ、多少はちょっと名前あるんでそんなことできないんで、今も格闘技は彼女みたいな、はい、いやちょっと多分僕が言いたいことを多分皆さん分かってくれて、ちょっとチャットに入れてもらいたいですよね、うん、ちょっとなるほど、まあまあでもあれですよね、なるほどですね、あれ名言僕言いましたっけ、言いましたよね、言いました、言いましたよね、うん、はい、ボケてました、すいません、じゃあいいですか、ちょっと、はい、いいですか、行きましょう、はい、どんどんちょっと時間があれなんで、どん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 、どこまでやるの、これこれとこれ読んだから、はい、うん、よろしいですか、はい、京都府21歳女性、ペンネームプリンちゃん、うん、うん、今年の夏私は友達と海に行き、その時ナンパされた人に、まあ、一目惚れして、はい、その後付き合うことになりました、うん、まあ、しかし、なんだかチャラチャラしていて信用ができません、絶対に浮気してますどうやって浮気の証拠をつかめばいいですか、教えてください、疑いすぎですね、あ、プリンちゃん、プリンさん、あ、うん、はははは、あ、疑いすぎですか、まあ、それはチャラチャラしてる人が本当にチャラチャラしてるかってわからない、うん、まあ確かにそうですね、うん、見た人を見た目で判断してしまったらいけないですよね、うん、でも多分ちょっと付き合ってて、はい、そんな節々が多分あるんだと思うんですよね、あ、やっぱりそういう感じなんですか、いや、あのはい、例えばなんか、うん、電話なんか着信オフにしてるとか、なんかロックかけてなんかあるんじゃないですか、あ、浮気携帯のあの、なんかそんな感じですね、こうあるんじゃないですかね、こう隠されてるんですね、うん、で、うん、プリンさんは感じて、うん、でその証拠をつかみたいわけですよ、はいはい、はい、でもつかんだからってどうするんですかね、何か確定したものがあれば、例えば、うん、別れるという自分のあれに行ったり、うん、はてまた問い詰めて直させたり先に進めるわけじゃないですか、多分、うん、悩んでるのが嫌なんじゃないですか、多分プリンさんは、だから証拠をつかみたいわけです、おそらくですよ、どうでしょう、でも怖いですよね、はい、怖いです、チャラ男と浮気は別物ですよねっていう、はい、チャットでいただいたんですけどもいや別物、うん、まあ確かに僕は素晴らしいと思います、うん、そう思います、別物だと思う、チャラチャラしてても浮気しない人は浮気しないと思います、そうですよ、はい、そりゃそうですよですよね、はい、これちなみにゴーさんどう思います、ですね、難しいですね、難しいです、その、はい、どこがチャラチャラしたのかっていうのをちょっと知りたかったですね、やっぱり、そうですね、あー、そうですね、うん、なんかだからもう いろいろあるんでしょうね、なんか本当にいろいろ話し方が近かったり、うん、携帯を取りにしたりとか、あー、風呂入るときも、うん、もう女性の第六感が響く、ね、響いてた感じがね、そういうことです、はい、そういうことです、第六感が響いてるんですよ、うんうん、どうでしょう、うん、うん、ちょっとかかと落としを恋愛かかと落としをちょっとこれはあれですね、これはガツンとちょっとガツンと、はい、締めてもらいたいですね、やっぱ寝込みを襲うんじゃないですか、なるほどまあ死の子の言わずに、はい、ベッドの上で愛し合えと、そんなそう、え、そんな会話だったんですか、はい、僕間違えました、はい、あのね、友達がその浮気を、はい、バレまして、はい、うん、はいはい、で、まあ、結婚してるんですけど、はい、やっぱりああいうのは警察として朝一やられたらやっぱり朝一に、うんうん、詰められたらやっぱ、うん、頭がぼーっとしてて、はい、やっぱ言うてしまうらしいですね、はいはいはい、で携帯をそのまま持って寝ちゃってて、はいはい、で、その女の浮気相手にメールした状態で寝てしまっ、そば寝てしまったら、うん、朝一ビンタが出たんですよ、ね、でも頭回らなかったらしいですよ、で言ってしまって大変なことになったって言ってました、完全完璧ですね、それは、はい、
すごいですね。まるで自分のね話のように。あの、まあまあまあそうですね。そうですね。そうですね。はい。うん、そんなミスは犯さないです。ああ、そういうのはないんですけど。あ、なるほど。あ、そんなミスは犯さないってことですね。そういうことでしょうね。はい。迷惑かけといいですから。ガードは固くしてもらえます。自分がそうなったとしても、はい、そういうのは、うんうん、ね、あったらダメじゃないですか。悪いところ、弱いところ見せないというか。まあそうですね。これでも浮気の証拠をつかむといえば、すごい僕も女の友達とかいっぱいいるんですけど、すごい仲良い友達がいるんですけど、うん、なんだろう、家行くんですよ。その彼氏ん家に行って、うん、車のボンネット触るんですよ、こうやって。え？なんで？で、うん、あ、出かけてたなとか、出かけてないなとか、それで次の日聞くらしいんですよ。昨日何時に帰ってきたのとか、あったかいのに、ね、もう早く帰って寝ちゃったよって言ったら欲しいし、うんうん、で、これは多分女性聞いといた方がいいと思うんですけど、車乗った時に距離を見とくらしいんですよね。メーターを、ガソリンの量と距離を。完璧。何万キロ、何万何千キロ、ガソリンの量いくつ、うん、見て、で、翌日の時にあまりにも距離が増えてガソリンが減ったりしたらどっか行ったなと。で、聞くらしいんですよ。うん、どこ行ったのと。怖い。何やってたのと。いや、何もしないよと。仕事行って普通に家帰ったわけだよと。って言われたらもうビンゴじゃないですか。っていう話なんですよね。怖い。でもそれでもまだ言い訳できる感じじゃないですか。コンビニ行ってたとか。そうですね、言い訳できます、ね、でも例えば6万キロが極端なし7万キロになってたらコンビニまで1万キロ走るんですかって話になっちゃいますもんね。そうですね、はい。まあ、極端な話ですけど怖い。まあそういう仕事ですね。はい、発見するのが。そうです ね、もう本当。でもそういう子もそういう子ですごいね、執着する子なんですよ、その友達も。うんうん、うん、まあ、いいのか悪いのかって言ったらね、わかんないですけども、する人はしますもんね、浮気は。されます？僕は、うん、もう当然しないですよね。よかった、そう言ってもらえてよかった。はい、はい、一瞬止まらないってこれ、まあ、あれですけども、はい、まあでも、はい、浮気はありますけどね、僕は。浮体？浮つくってことですか？いや、浮体ですね。体の問題ですね。あ、うん。はい。気持ちは浮気しないですよ。フィーリングみたいなもんですね。まあ、体ですね。体だけ。大人ですね。わかります？要は。わかんないです。大人です、ね。大人。うん。クミちゃん、なんかね、うん、ちょっと郷さんね、隠してんだよ、本当に。なかなか出さないですね。ちょっと、表と裏、ちょっと。ちょっとね、引っ張り出さないとね、本当に。いや、そんなもんないです。まあまあね、まあ、徐々にね。徐々に。徐々に。まあ徐々にね。面白いんですけどね。はい、まあそうですね、うん。イケイケの郷さんも。まあそうですね、うん、そうですね。うん、ちょっとまあ、リングの上でもいいですけど、このスタジオではノックアウトしたいですね、本当にちょっと。はい、やりたいですね。はい、されかけですけど。いや、とんでもないです。うん、じゃあ、クミちゃん。はい。続いて、クミちゃんの方読んでもらいます。私の方ですか？はい。ペンネーム、なりきりウーマンさん。名前いいですね。ねえ。はい、私は、彼氏と付き合って5年になります。はい。はい、大学からの付き合いで、うん、今も社会人になってもいい関係を保てています。もともと根っからの仕事人ではないのですが、うん、今とてもお仕事が楽しくて頑張り盛りなのですが、うん、最近彼氏にプロポーズをされました、はい、うん、でも、うん、彼氏は転勤で違うところに行くのです、はい、転勤で一緒に行くか、うん、仕事で今のように頑張ってるか、うん、どちらを選べばいいと思いますか？なんか羨ましい悩みなんじゃないですか、これは。なんだか仕事も、そうですね、はい、結婚もどちらでも取れますよと。そうですね、でも一生ものだから、まあそうですね、ね、はい、悩む内容なんでしょうね。でも彼氏にプロポーズされて、はい、彼氏は転勤で違うところに行くのです、まあ、もしその転勤で違うところ、うん、その覚悟ができないんであれば当たり前ですけども、はい、結婚しない方がいいと思いますね。ああ、はい、そうですね。でも5年も続いてるって、うん、
そうですね、すごいですよね。おそらくこのなりきりウーマンさんに僕が言えることは、はい、この機会を逃したらこの彼と結婚する可能性はだいぶ減ると思いますね。そうなんですか。タイミングを、はい、逃したら、あ、やっぱり男性からにしても一斉に一台だから、はい、っていうよりもなんか多分タイミングだと思うんですよね。タイミング、はい、うん、きっかけだから10年付き合ってても、結婚してない人もいれば、はい、1年で結婚する人もいるし、うんうん、だからもう長く付き合えば付き合うだけそのタイミングがやっぱり難しいと、はい、まあ、結婚してもいいし、うんうん、まあ、とりあえずまた明日みたいな感じでどんどんなっちゃってるパターンがあるんで、うんうんうん、まあ、なりきり馬さん一つ言えるのがこのタイミングを逃したらこの人とは結婚はできないだろうっていうことは一つ言えますね、僕からは。なんかさらに悩むお言葉が来ましたね。悩んでください。あ、はい、悩むことです、これは。ゴーさんは、はい、もう一回読みましょうか。あ、なるほど。悩む、悩まないですね、やっぱり、まあ、ね、真面目な質問ない、真面目に答えなのかな。あ、さすが、恐縮です、うん、はい、自分がそうなった場面を考えてうーん、まあ、でもそうですね、難しい、うん、結婚したいのかな、ね、うん、まあ、でももともと根っからの仕事人ではないっていうに、ただ今が楽しくなっちゃったっていう感じなんでしょうね。なるほど。あ、じゃあ仕事も結婚も取れない感じなんですか、これ。どっちも。どうなんでしょうね。でも仕事が今楽しい時に、はい、結婚が来てもやっぱり楽しい方行っちゃうと思うんですよ、私から思うと。はいはいはい、うん、でも僕は結構欲張りなんで、うん、まあ、もし可能であれば仕事もしつつ、はい、結婚もすると、うん、行かないといけなくなるじゃないですか。転勤ってことですか。そういうことですよね。単身赴任という技がありますね。寂しくないですか、まあ、結婚して、まあまあね、やだ、まあ、だからこの、うん、これあれですよね、女性の方からですよね。そうですね、まあ、ちょっと悪事を入れさせていただければ、はい、いやー、今こういうご時世だから、うん、仕事もどうなるかわからないと、うんうん、つきましては、うん、私もきちんと仕事して、うん、万が一のために備えとくと、お互い頑張ろうと。だから胸を張って気にせず、うん、行ってきてくれ。行ってらっしゃい。そして仕事を私はしてると、うん、あ、両方取るんだ。そういうことです、そういうことです。それ結婚しなくていいんじゃないです。でも結婚しないと、うん、やっぱ女性なんで不安なわけですよ、うん、だから悩んでるわけですよ、多分。5年付き合ってるんですか。そっか。でも、ね、大学から社会人になってもって書かれてますね。ああ、25年ですから結構。あ、そっか、いい年齢なんでしょうね。うん、なるほど、うん、あ、20代中盤後半。でも中盤から後半っぽいですね。うん、ですね、うん、うん、僕はどっちもね、うん、あれかなと思うけど。女性はでも若いうちにでも子供を産みたいってなるんですね。うん、まあそうですよね、はい、ああ、ね、確かにそうなんだ。どうですか、これは。いや、今楽しいことをやるべきだと思う。うん、仕事ができるんだったら仕事やらないと、はい、ね、はい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 、結婚してね、はい、入ってしまうと何もできなくなってしまう時ってあるじゃないですか。はい、ありますよね、もちろん、うん、はい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 、今その時期じゃないんだったら、うん、また改めて、うん、それがもしね、その付き合って5年になる方とお別れになったとしても、それはもうね、仕方ないかなと、うん、仕事を選んでしまうんだから。うん、まあ、この何でしたっけ、なりきり馬さんでしたっけ、うん、この人にもう一つ言えるのが、どっちを選択したとしても絶対後悔しますね。結婚しても仕事しとけばよかった、ね、ってなるし、うん、仕事をしてても、あの時結婚しとけばよかったって絶対なりますね。うん、うん、だからどっちも取った方がいいんです。欲張りに、欲張りです、はい、うん、欲張ろう、欲張ろうですね、はい、いい感じじゃないですか、はい、欲張ろうですね、欲張ろうですね、うん、あれ、欲張ろう。頑張りましょう。はい、以上、常にトレーニングしてますから、郷さんは。脳トレですね。常にシミュレーションして、うん、ここで右ストレート来たら、うん、ここで左タックル出す。そんな険しい内容じゃない。カウンターを出そうって考えてしまう。そうですね。
や勉強になります。ゴーさんは、うん、はい、大丈夫ですか。結果的には、結果的には結婚にした方がいいか、はい、仕事の方がいいか、両方でしょ。両方、はい、なるほど、両方、あ、両方ですね、うんうん、まあそうですね、うん、ってことは欲張りに、にですか。欲張りに、うん、欲張りに、欲張りに行こう、行こう、はい、それで行きましょう、行こう、はい、はい、うん、じゃ行きますよ、はい、せーの、欲張りに行こう、イエイ、うん、ありがとうございます。なるほど、はい、うん、いやー、まあ、今日はこんなところですかね。そうですね、はい、でも恋愛っていうのはもう永遠のテーマですね、これは難しい、うん、だって答えがないんですもん、うん、人ね、10人十色ですからね、同じ男がいても実力ありますし、うん、うん、なんかみんな元気なくなってきちゃったじゃないですか。大丈夫ですか。全然元気。大丈夫ですか。元気ですよ。ああ、大丈夫です。最後のがちょっと真面目だったんで。まあそうですね。ああ、でも重い、重い、まあ重いって言うのは重たいですね。重たかったです、うん、うん、すごく人生にとってね、分岐点だと思います、うん、本当に。ああ、だからどっちも取ってほしいんです。おなりきりウーマンさんに最後、うん、うん、うん、どっちも取ってほしいんです。そう思いません？思います。なんかね、一瞬シーンってなってるから。僕が喋るとね、あれって、そう、はい、大丈夫です。大丈夫です、はい、すごいね、シーンとなるからどうしたんだろうと思いました。まあでもね、はい、まだ時間があるから。そう、そうなんですよ。初めて、なんかフリートークな感じですね。ああ、そうですね、うん、47分、はい、47分、はい、あ、チャットとかも、はい、ここの、なるほど、男的には欲張れられていいの、はてな、まあそうっすよね、ちゃんと絡んで、うん、絡んでほしいですね。うん、なるほど。クミちゃんの結婚観はどうですか。で、結婚観ってどういうことですか。まあ、結婚に対する、まあ、理念というか、どういう、例えば私は、うん、もうしばらく結婚しないよとか、うん、結婚はとはこういうべきものだとか、うん、そういう結婚に対する、結婚ですか、はい、まずそういう男性が現れた時に考えます。なるほど。現れてないので今まで。ちなみにどういう人がタイプですか。働いてる人。なるほど。多分過半数が働いてると思うんですけどね。過半数が働いてくれてる人がいい。なるほど、うん、そこからよ、そこから始まるんですよ。見た目はどういう人ですか。見た目ですか。あ、うん、私より細くない人、これ絶対。うん、長生きしてくれそうな人。佐藤さんは。僕はですね、うん、嘘をつかない人ですね。はい、まあ、未だ出会ったことがないんですけども、うん、出会ったことがない。嘘をつかない女性っていうのは僕なかなかね、今まで、うん、まあ、ちょいちょい人生過ごさせていただいてますけど、うん、一度も出会ったことないですね。へー、はい、意外。はい、あの、あ、まあ、クミちゃんは別としてね、うん、クミちゃん嘘つかないもんね。ね、はい、いい嘘しかね、うん、そう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 、うん、まあ嘘は嘘でも、うん、例えばですよ、うん、まあ彼氏の誕生日で、うん、彼氏から電話かかってきて、今何やってんのっつって彼氏に言われたら、うん、え、仕事っつって嘘ついて彼氏のプレゼントを買いに行ってる、この嘘はありなんですよ。いい嘘、はい、いいね。だけど、うん、友達と男に女にで、うん、カラオケに遊び行ってる時に彼氏から電話って、うん、何やってんのと、あ、今仕事仕事っつっていう、この嘘はダメなわけですよ。あ、心苦しい嘘ですね。とても、はい、最悪なパターンですよね、これ。経験されたんですか。僕はね、こういう経験結構あります。はい、嘘をつかれるパターン、うん、結構ありますよ。あら、はい、意外。なんか佐藤さんってなんか、はい、こう転がしてそう、女の子。いや、僕ね、意外にそう思われがちなんだけど、多分違うんですよ、うん、僕結構信じちゃって、うん、ほんと束縛ってあんましない方なんで、うん、どっちかっていうとすか。でもされちゃうともう冷めちゃうタイプなんで、されちゃうとっていうのはその浮気されたり嘘つかれちゃうとすか、うん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 、はい、あんまりこう信じちゃうんですよね、最初付き合うとすか。で、やりくられちゃうパターン。あ、最後には俺がこう転がされてると。まあでもね、うん、どうですかね、男の人っていうのは多少女の人に転がされてるぐらいの方がいいのかなって思う時も時たま最近あるかなと。
転がされたいんですね。いや そんなこともない。そうはないんですけども、うんうん、転がされてくれるのがちょうどいいのかなって、うん、思う節もたまに最近、はい、うん、そうですね。ゴーさんどうですか。どういう、あれ、はい、ゴーさん。ゴーさんのこ、好みのタイプですね。好みのタイプはやっぱサンドバッグみたいに歌い強い人。女の子かな、うん、なるほど。えそれってすごくがっちりな人ってことですか。いや、やっぱりその器が大きい女の子っていうことですよね。はい、はい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 だからまあちょっとした、辛いことやなことでも、ガンとして、そうです、それはプラスに変えて、僕らみたいな業界はやっぱどうしても お付き合いとかでやっぱそういうお店に行ったりとかあるじゃないですか。やっぱそういうのをやっぱり、あ、それはビジネスやからと割り切ってくれるような彼女がいいですね。確かにそれで、特に郷さんはやっぱりすごいデリケートな職業なんで、うん、精神的にもメンタルがすごい感じになったんですよ、うん、そこでまた帰って問題がもう一つ増えちゃう、うん、そうそうとんでもないですもんね、はい、大変。だからやっぱり彼女は今格闘技に十分なんですよ。なるほど、綺麗、はい、にまとめた。なんかずるいですね、うん、ずるい、すごいかっこよかったっすけどね、卑怯だわ。あー、そこを触らんといてください。ゴーさん、うん、嘘つきそうって書いてました。嘘、あ、ほんとだ、書かれてる。嘘つかないですよ。はい、まあでも、まあ僕も今、信じる、あ、ごめんなさい、ん、飲み行くのは遊び、飲みに行くのは遊び、はい、あー、飲みに行くってこれね、これ難しいんすよ、本当に。うん、はい、本当に遊びの人たちもいますし、本当に仕事の人たちもいるわけですよ、うん、これはまた、はい、だからなんか僕の経験でよければ別にお互いこう、うん、仕事の話で打ち合わせしてお互い帰りたいんですよ。はい、でもどうしますって言うわけですよ、社交で。そうですね、始まる。ああ、でどうしますって言ったら、うん、行く場所が限られてるわけですよ、うん、よくお互い行きたくないの分かってるんですけど、うん、すんなり帰れば一応ベストなんですけど、うん、でもそういうわけにいかないルールがあるわけで、うんうんうん、お互いそれはもう分かってるんです、うん、で、じゃあ、少しじゃあ行きましょうかって言わなきゃいけないこの段階、うん、まあ、社会的なね、そういうのもあるわけですよ。そうですね、時間帯とかね、うん、まだ早いですし的な、うん、うん、まあそうだね、そういう、まあ、そういう感じですよね、まあまあまあ、で、うん、行くんですねっていうパターンもあるし、あ、かといって付き合いじゃないけども、いやー行きたくねえんだけどさーなんて言って、はい、ちょっと仕事の付き合いで行かなきゃいけなくなっちゃったんだよねーっつって、うん、実は自分が、ま、行く気満々で行く人もいますしね。気に入った、うん、え、気に入った女性ができたら、はい、どういうことなんですかねこれは、うん、あ、気に入った女性ができたら、あ、女の子がいたらってことですかね。ああ、はいはいはい、それはもう男と女ですから別に環境は関係ないわけです、うん、僕の持論ですよ。うん、キャバクラであろうが、うん、海であろうが、うん、図書館であろうが、気に入った子がいればやはり気に入りますから、これは、はい、僕は素直なんで、はい、一緒ですね、はい、そうですね、間違いない。あれ、そこだけ、ありがとうございます、ありがとうございます。真面目ですね、はい、ゴーさん。本当大変なんですよ。僕らもよくあるんですけど、うん、まあ、僕ら格闘技やってもお酒は飲まないんですけど、その分やっぱ人の付き合いをよくしていこうと思うの、うん、思わないとダメじゃないですか、うん、だから僕らの場合飲まないですよ、全く。なるほど、飲まないんですけど、やっぱりまあ大丈夫か大丈夫か、全然大丈夫です。でそれで朝までコースで、そっから朝練に行くっていう、ね、はい、言ってましたよね。めちゃめちゃテンション上がりますけどね、やっぱりグラグラなんで、もうこれテンション上げていかないとっていう、また朝にも半端じゃないんで大変ですよ。いつ寝るんですか。でもそれ終わって爆睡ですね。その日全部半日潰れるんですよ。まだ夕方から練習なんですけど、半日までやらなあかんこともあるんですよ。やっぱそれがちょっと潰れちゃうんですけど、まあそれもやっぱり応援に来てくれるお客さんとかね、やっぱりそれでもつながりますし、飲みに行ってそのファンになってくれる方とか、あとまあずっと面倒見てくれる方とか、うん、やっぱずっと応援してもらってるんで、うん、まあ今僕それでしか返せないんで、今は、はい、そういう付き合い大事ですね。はい。いや、なんかためになりましたね。ためになりますね。なんかグッとくるものありましたね。頑張ろうというね感じになりますよね。そうですね。付き合いも大事、でも自分のやってることも大事。まあそうですね。それってすごいことですよね。
まあでも、そうですね、真面目な方って素晴らしいと思いますね、うん、何をやってても、うん、何をやられてる方でも根が真面目な人っていうのは僕は、はい、うん、素晴らしいと思いますね。いいこと、はい、僕も一緒ですから。はい、一緒ですね。やっぱ伝わるものがありますね。まあそうですね、通ずるものがありますから、はい、申し訳ございません。やだ、もう、はい、まあというわけでですね、うん、はい、いい感じで時間もいい感じですね、はい、やってきましたんで、ちょっと告知をですね、お、はい、前々回、ちょっとさせていただいたんですけども、うん、はい、すいません、よろしいですか、うん、こちら、はい、みんなが主役、うん、バリバリチューニングマガジンチャンプロードの携帯サイト、チャンプロード .net では現在、ヘルメットで有名な株式会社立花さんとコラボしたチャンプロードロゴモチーフコルク版をチャリティー販売中です。ご購入いただいた売上の一部を東日本大震災の義援金として寄付させていただきます。みんなで東北を、日本を盛り上げよう。まずは携帯からチャンプロードで検索してね。チャンプロードは全身全霊で東北を、日本を応援します。イエイ。はい、はい、ということです。皆さん協力してください。よろしくお願いします。はい、そういえばあれですとね、はい、今度クミちゃんと僕乗ってますね、チャンプロード。そうなんですよ、対談したんで。そうなんですよ、今月号、多分今月号だと思います、ね、うん、はい、じゃあ僕まだちょっと拝見させて、カラーで出てたんで、はい、あ、いや、ぜひですね、はい、楽しみ、はい、でまた、ね、うん、こういったお手紙もまた、まあ、あのコーナーさせていただいてるんで、うん、チャンプロードの方でですが、もしお手紙いただければですね。そうですね、恋愛相談にしても悩み相談にしても、うん、はい、一般の悩み相談も受けましょうか。そしたらそうですね、あとやっぱり、うん、ちょっと変わった恋愛もいいですね、あの、そうですね、同性愛の、はいはいはい、前回ね、はい、あの見て、はい、はい、そうそう、そういうのも良かったですね。ああ、まあ、そうですね、はい、勉強にもなります。うーん、確かにそういうことですね。じゃあ皆さん、そろそろお時間がやってまいりましたんで、うん、この辺でお別れしたいと思います。はい、はい、ではじゃあまた来週ですね。そうですね、はい、待ってます。来週さん、来週まだ行きますよ。はいですね、おー、はい、楽しみ、はい、うん、ちょっと試合練習とかね、いろいろあるんで、うん、はい、なかなか、うん、ですよね。ちょっとこれはね、もうぶち上げは全員でちょっと応援を、はい、はいと、はい、本当にね、頑張ってもらいたいですよね、うん、応援していきますよ、本当に、うん、はい、頑張ってください。ではでは、この辺でお別れしたいと思います、はい、それでは皆さん、また来週です。さよなら、さよなら、バイバイ。あと少し